はい、どうも、桑田真澄です。岸井と高木です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、本日は桑田さんみたいにワインをたしなみたい。なかなか新しい企画でしょ。そうですね。はい、今日何するかというとですね、今まで飲んだことないワインを初めて飲んでみて、その味がとりあえず何かっていうのをまあ覚えて当てれたらすごくねっていう、ね。そうですね。我々普段こうやってね、お酒を飲んだりっていうのはなかなかないので。大体ビール飲むじゃないですか。そうですね。ワインとかなんかハードル高そうだから飲んでなかったんだけど。なるほど。教養つけたいということで。はい。はい、お願いします。今ここにですね、フランスから取り寄せたワインなんですけど。はい。フランスのボルドーワインって聞いたことないですか？ボルドーワイン、名前は聞いたことありますね。とりあえず聞いたことあったんです。まあまあ、値段しましたよ。頑張ってね、この企画のためにね。これが19年、2019年に作ったワイン。これ2018年、2017年、2016年、そして飛んで2013年。これが一番年長さんですね。はい。これが一番若い、ルーキーのワインなんですけども。それをまあ、ぼんやりでもいいから、何年のワインっていうのが当てれたら、まあ、よしとしましょうと。自信のほどは正直ないですね。ないですね、正直。でも楽しみじゃない？楽しみですよ。どんな違いがあるのか、はい、そういうことでやってみたいと思うんで。はい、じゃあ準備ドン。はい、ということで準備できました。はい、お待たせしました、はい、それぞれのワインをついでみましたけど、はい、どうでしょうか？色的な違いはわかります？よく見ればこっちの方が濃いかなとか、もうほんとそんなレベルですね。あ、なるほどね。香りもね、もう結構もうだいぶお酒って感じしますよね、うん。まずはテイスティングしてもらって味を覚えていただきます。はい、で味を覚えていただいて、まあメモをね取りますね。それぞれの特徴を書いていただいて、で覚えて、で目隠しして、で僕がシャッフルしてからもう一度ついだものをノンヒントで渡していくと、はい、で飲んで18番だと思ったら18番をこの飲んだドリンクの前に置いていただくと、で最後に答え合わせをしていただくということですね。はい、はい、ではまずテイスティング、じゃあよろしくお願いします。じゃあいただきます。はい、じゃあ若いのからどうぞ。はい、2019年ですね。はいはい、いただきます。うん、さあどうなんでしょうね。ワインはどれぐらい飲むんですか？いや、本当は半年に一回飲むか飲まないか。ああ、なるほどね。どうですか、甘い、苦いとかで言うと？まずは苦いです。苦い。まずは苦いです。まあ全般的に赤ワインはそんな感じですけど。なんでしょうけどね。うん、まず僕も基準としてね、覚えました。はい、はい、じゃあ18いきましょう。うん、香り、どう？19年のに比べるとちょっと弱い気がします、ね。うん、なるほどね、変わり弱しね。なるほど。で次はこちらの17年、はい、なんかちょっと2つ飲んだ感じの中でも、うんうんうん、少しなんか香りが違うとか、うん、はい、もう味はもちろんなんですけども、うん、ちょっと違うっていうのはなんとなくはつかめます。あ、本当ですか。17いきますか。はい、じゃあ17いただきます。うんうん、こうやってね集中して味を楽しむっていいかもしれないね。あんまり集中しないですかね。そうそう、居酒屋とかで飲んで。そう、とりあえずなんか出されたから飲む感じだから。しかも絶対香りとか違うはずなんだよね。だってこれだともうすでに何4年熟成されてるわけでしょ。そうですね。すごいよね。早く作った売りたいところをずっと我慢してるわけだよ。うん、どうでした17は。なんか3つの中で一番きついっていう率直な感想なんですけど。きつい、きつさがある。ああ、じゃあこれは当てやすいかもね。かもしれないです。なるほど、じゃあ16いこう。いただきます。うん、きつくなってくるのかな、マイルドになってくるの。でまたね、ワインって保存の方法を間違えるとねお酢になっちゃうからね、それも難しいですよね。こうやってねもう蓋が開いた状態でこうやって喋ってるうちにどんどん酸化は進みますからね。はい、香りどうでした？香りは一番嗅ぎやすい香り。嗅ぎやすい、嗅ぎやすいっていう言い方もなんか変な一応ね、コロナ対策としまして同じグラスを共有することはしないので分けてやりたいと思います。あと僕も香り嗅ぎたいんですけど、それも今やめてよっていう。最後ですね、うんうん、2013年のワインをいただきたいと思います。はいはいはい、一番ね飛んで最年長ですからね。この違いって結構あるんじゃないかなと思うんだけど、シャトーブラーニャン、うん、はい、なんて分かんない分かんない一つ開けました。でも、消去法でいけるから。これどうですか？もし負けた方は、じゃあ、これに合うチーズを買いに行くとかっていうところ。チーズチーズかけてちょっと。わかりました。うん。ちょっとやってみましょう。
はい、じゃあこれでファイナルアンサーいけそうですかね。覚えました。はい、こんなちっちゃい状態こんな風に、はい、メモってますけども、これを覚えていただいて、じゃあマスクをして、はい、後ろを向いてもらいましょうか、はい、その間に僕はシャッフルさせていただきます。じゃあこれでシャッフル終わりました。はい、で今並びがこうなっておりますので、一番近い方からいきたいと思います。手を出して、はい、じゃあこれは何番でしょうか。これは17です。17、はい、これは17と判断されました。もうこの時点で視聴者さんに見てくれてる人にはもう答え出てるんですね。出てるんですね。はい、いや怖いなあ、ちなみになんで17だと思ったんですか。もうなんとなくそんな感じがしたので、はいはい、あれちょっと待ってよちょっと待ってよ記憶の問題になってくるね、これね。記憶の問題になってきますね。多分ね、そっちは17じゃない、違う違う、17じゃない。あ、じゃあ下向いた状態だったら目も 見せようか。目も見ていいですか。うん、16で、はい、16ね、こいつ16、はい、ファイナルアンサーですか。ファイナルアンサー、はい、わかりました。多分16 だと思う。はい、なんで16と思ったんですか。なんか匂いが他のよりよなかったので、うん、ない感じがしたので、うんうん、はい、じゃあ2つに行ってください、はい、手出してください。はい、どうぞ。はい、さあ2つ目はなんとなく18な気がする。はい、18、ちょっと何で18はなんか緩いって書いてる。その緩いっていう記憶がなんとなくそういう、はい、これかなーって。ワインで緩いってどういうことなの鋭いとか緩いとかあるのかな。ピッチングみたいになってますね。緩い顔緩い感じね。わかりました。じゃあ13番、はい、今さりげん今言う13はシャッフルします。はい。じゃあ、はい、じゃあ、これ、はい、いきまーす。これ17で。お、なんか今迷いなかったね。なんとなく本当に、なんかちょっと一番きついっていう感覚がこれだった気がする。あー、なるほど。いやだなこれ絶対、はい、もう今の時点で恥ずかしいやつかどうかバレてたもんなはい、じゃあ続いて、はい、はい、4つ目ですね。4つ目色は本当区別ないからな、うん、これ13でお願いします。お、なんかこれも迷いなく言いましたけど、どういうことですか。あれ13って分かんないって言ってたやつじゃないですか、はい、多分それがその分かんないやつかなっていう。おお、そのわかんない特徴が出てました？なんだろう、苦いわけでもなく甘いわけでもなく、うん、香りもなんか強いわけでもなく、うん、っていう感じだったのでこれかなっていうふうに。なるほど、なんか記憶力いいですね。じゃあ最後ということは消去法で言うとこれ19になるべきなんですね。そうですね、はい、19かどうか確かめましょう。はい、19な気がしますね。19な気がする。多分メモに19苦いって書いてあったと思うんですけど、はいはい、うん、苦い感じだと思うっす。なるほど、とりあえず5本終わりということで、はい、やり残したことないですか。もう一回飲みたい、何番目の飲みたいとか迷ったやつない。ないです。ない、これでファイナルアンサー。ファイナルアンサー、はい、アイマスクを取っていただいて確かめてもらいました。さあどうぞ。もう大丈夫ですか。はいはい、結果はこんな感じです。どうぞ。はい、まず一つ目、19。あー、外れました。2球目、当たり。3球目、当たり。4球目、外れ。あ、5球目、外れ。でも、2球当たりました。2球当たってる。すごい、あれだ。これがね、スッと決まったのが、おー、すごいと思った。うん。当たった、当たった。いいですね。で、13が、あれってことで、ちょっと今、口はスライディングしたような気がしたんだけど。で、シャッフルすると見せかけて、これをちょっと僕口スライディングした後に、これ行きました。はい。これ行って、これ行って、これ行ったんだね。ああ、なるほど。あ、そうですね、うん、そうですね。そうそうそう。それは分かった。多分13ではないのは分かりました。ああ、なるほど。多分13僕即答したと思うんですよ。ああ、そう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 。やるなと思って。ね、裏の裏書いてもこれで行こうかなと思ったけど、ちょっとこの辺が、
ちょっとこの中に13があるっていうのが絞れてしまったので、ああごめん。でもあの13は、うん、そのエラーがなくても、うん、溶けてたかなって思います。多分それだけ13 の, そのよくわかんない時点が頭にあったんで、はいはい、だからそこで多分渡したと思います。おはい、ということで結果当たったやつに星印つけましょうか。はい、2つ当たったってすごくないですか。はい、2つ当たりました。はい、はい、ということで、はい、お疲れ様でした。裏に入りました。裏に入りました。次僕の攻撃ですね。はい、はい、じゃあ僕も停戦から行ってみたいと思います。はい、